普段どんなメイクしてるかっていうのを、まあ、皆さんに紹介したいなって思います。まあいろいろ話しながら自由な感じでメイクしていきたいと思います。で今はすっぴんです。すっぴんで、まあ、ちょっとこの間紹介したカラコンだけつけてます。カラコンってすごいよねはい、じゃあ普通にいろいろ話しながらメイクしていきたいと思います。あとは使ってるものをちょっと見せていきます。はい、でちょっとあのメイク取り出すときにガチャガチャうるさい、音がうるさいかもしれないけど、はい、その辺はご了承ください。はい、いきます。こう、まあ、これもやつで取ります。よいしょ。なんかすっぴんってやっぱ恥ずかしいけど、カメラのおかげでちょっとは光が当たってるからマシかな。最近使っているのは下地の何種類か持っているんですけど、この間紹介したこれ UV レースですね。これ使います、はい、またあの使ったものは説明欄に書いておくので、はいで、ね、まあ、ちょっとあのメイクしながらいろいろと最近の話をしようかなって思うんですけど、なんか最近はまあ普通に、普通っていうか、まあ、普通の感じで暮らしてるんですけど、なんかちょっと一つ嫌なことがあったんですよね。まあ、ちょっと愚痴になっちゃうんですけどねなんかね、職場でなんかちょっといろいろっていうか、うん、嫌なことがあって、なんか私結構背が低いんですね。ちょっと動画だとわからないんですけど、でなんか背が低くって、そのことをの悪口っていうか愚痴を言ってるのを、あの同じ職場の人が言ってるのを聞いてしまって、でそれすごいなんだろう、ショックと同時に怒りを感じてますなんかそのなんだろう、その愚痴の理由がひどいんですよね。ちょっと下地すいません、下地塗ったから、今度はファンデーション、最近使ってるのがこれで、ランコムのなんですけど、リキッドタイプのやつ、はい、こういうやつです。パッケージ、そうでね、なんかひどくって、その人のさ身長のこととかさ、その体型のことを言う人って一番最低じゃない、しかもその聞こえるところ、人が聞こえるところで言うっていう、まあそれはたまたま聞いちゃったっていう形なんだけど、そのね、なんていうの、あのロッカーがあって、そこでまあ私は先に着替えてたわけですよ。そう、着替えてて、まあロッカーというかその更衣室にいたんですけど、その後から来た人が、まあちょっと私より年配の人なんだけど、年配っていうかちょっと上、先輩なんだけど年齢的には、が入って2人入ってきて、その2人でなんか私の悪口っていうか、なんかやっぱさ身長低いとさ、なんかいろいろと不便じゃないみたいなことを言ってて、なんか頼みたくても頼めないしみたいなことを言ってたの。まあ、確かに、まあ私の仕事は事務だから、普段は別にその体型的な問題な、そういうハードな動きをするとかじゃないから関係ないんだけど、たまに書類とか、なんだろうな、そう、そういうものを棚の上から下ろしたりとかするんだけど、でもそれってみんなさ脚立とか、なんていうの、そういうなんかその台のものに乗って取るわけじゃない。そう、それでね、なんかそういうの頼みたいんだけど、なんかそういうの頼みづらいよね、どうせまたなんか手貸さなきゃいけない、二度手間じゃんみたいな、はぁと思って、じゃあお前やれよみたいなそんなこと言うの、なんかねすごいさ、そういうことをさ裏で言うのってさ、しかも職場のさ、なんていうの、そのあのロッカーとかで言うのって最低じゃない、もしかしたら他の人も聞いてるかもしれないじゃん。でさ、
まあ私も聞いてたんだけど現実的に。でさ、それをさ、なんて言うんだろう、まあ、例えばさ、それでイラッとくることもあるかもしれない。やっぱ人間だから、私だって、私もほら、うん、そんな完璧な人間じゃないから、いろんな、なんだろう、誰かにストレスを与えてるかもしれないんだけど、でもそれにしてもさ、なんかその、なんだろう、すっごいさ、その身長に対して言われたことっていうか、その体のことに言われたことに対して、すごく、なんて言うんだろう、ショックを受けて、あ、そういう風に今まで思ってたんだと思って、いろいろ仕事とかこう、みんなで手分けしてやるわけじゃない。それで私もできる限りは全然やってるし、重いものだって持ってるんですよ、こういう紙のものとかね、印刷物とか、そんなのみんなやってるのに、なんか私だけすごい、あの子には頼みづらいんだよねみたいなことを言うわけで、なんかそれを言われたらさ、なんかもう、なんか悲しいのと同時に怒りを感じちゃって、だって私だって別にね、好きで小さく生まれたわけじゃないし、そう、あ、コンシーラーはい、コンシーラーはこんな感じです。これはね、友達にね、もらったの、マックのやつ、まあ、これもちょっと名前載せとくので、まあこれもチェックしてみてください。はいすいません。そう、でもひどいなと思って、しかもね、その何、悪口を言った2人の女の人、結婚してね、子供がいるわけね、やばいよね。私そんなお母さんだったら絶対に嫌だそういうこと言っちゃいけないんだけど、なんかさあ、子供いる割にはさ、そういう、なんて言うんだろう、愚痴る内容が中学生みたいなことを言っているわけ。なんかさ、社会人になったら仕事とかってさ、みんなで協力し合ってやるものじゃない。得意不得意をみんなで分担し合ってっていうか、それで会社を良くして、まあなんだろう、その営業成績だったりいろいろ伸ばしていくんだけど、なんかそんなさ、なんて言うんだろう、なんかそんなちっちゃいことって言っちゃいけないけど、その自分がそういう重いもの持ちたくないのか知らないけど、それでなんか言われちゃって、なんか悲しいなって思いましたね。うん、なんか私そう思われてるたんだみたいな、ひどいなって。ちょっと待ってください。はい、化粧ポーチを持ってきました。そうでね、そういうことを言う大人には、大人っていうか、まあ大人なんだけど、そういう風に言う人になりたくないなって思いました。これスポンジ、この間紹介したスポンジでちょっとポンポンって、そう、なんか、しかもさ、まだプライベートとかでさ、友達とかに愚痴るぐらいだったらいいけどさ、職場もさ、みんな人が来るところで言う必要ないじゃない。それでさ、他の人がもし聞いててさ、そうだよね、あの子ちょっとやっぱ使えないからさみたいなさ、それで広がっちゃってさ、私がまあいじめられたりとかしたらさ、まあ嫌じゃんっていうか、別にいじめるならいじめてみろって感じなんだけどそう、なんかまあパワハラで訴えますよみたいなそうそう、今流行りのね、パワハラ訴えるやつねそうそうそう、だからそういうさ、なんか大人にはなりたくないなって思ったし、自分がもし子供ができたらさ、そういうことを、なんだろう、そういうことをする人間になってほしくないからさ、なんかさ、そのなんだろう、性格的に合わないとかは仕方ないと思うんだけどさ、人のさ、その体型とかでさ言う人はさ、ほんと一番ひどいっていうか、人間として最悪だなって思った。体型とか見た目とかね、そうそう、だってもう変えられないわけじゃない、身長とかって。もう性格とかだったら頑張れば直そうとはできるけど、なんかひどいよなと思って、だからもうわざとその私6近くの同じ部屋っていうか、そこにいたから、更衣室にいたから、
わざとでかい音でロッカーの音パンって閉めてそしたら向こうが誰かいたのみたいな感じの顔で見てたから、お疲れ様でしたって言ったら、あみたいな、へへみたいな感じで見ててと思って、マジだ次の日どんな反応するか見てみようって思ったから見て、だからなんか普通に次の日におはようみたいな風に、あおはようとか言って、今日も頑張ろうねみたいなこと言われて、うっざーっと思って、はぁ、はぁみたいな、マジさ性格悪って思って、まあ、別に私はその人たちに気に入られようとも思わないから、どうでもいいっちゃどうでもいいんだけど、一応毎日仕事するし毎日会う人じゃない、だからすごい苛立っちゃうよね、その人たちの顔を見るたびに。はい、ちょっと今眉毛やってみました、すいませんね愚痴ばっか言って、でもねすごい腹立ったんだよね、人の体のこと言うのが一番最低だと思ったから、しかもそれを真剣に話してるっていうね、ロッカーで人の愚痴を。これペンね、これは人気有名なやつ、エクセルの眉のペンですね、買って、パウダーはこのケイトの持ってる人気のやつ、はい、これでこう眉ブローやりました。ちょっと今日ナチュラルメイクなのでナチュラルな感じにします。はい、なんか人間だから仕方ないんだけど、なんかさ人のなんかその次の日から仕事に行くのがすごく嫌で、その人たちの顔も見るのもムカついて、なんかはっきり言いたいことがあるなら言ってほしいじゃない、その陰でぐちぐち言うんだったら、そうそう、それに私ももしかしたらなんか悪い点があるかもしれないからさ、それを言ってくれればいいのに、何も言わないでなんか平然としてるから、おはようみたいな感じで言ってくるからさ、腹立つじゃない、そんな別に仲良くしたいとも思わないしみたいな、大人だから、私もうち大人だから余計なことは言わないようにしてるんだけどさ、今これ使ってます、前紹介した MAC のミネラライズアイシャドウです、はい、これすごいいいです、そうね、ムカつくなって思った、まあね、いろんな人間がいますよね、世の中って。皆さんの職場とか身の回りにもちょっとこいつやだなみたいないますか？こいつとか言っちゃった。また、そうだからね。なんかさ、学生とかだったらわかるわけ。なんかちょっと私もやっぱ学生の頃、まあ、この子と合わないなとかあったし、だけどさ、職場でさ、いい年してさ、子供もいるのにさ、なんかこっちが悪いことしてるならわかるんだよね、あからさまにね、なんか変なことしてるとかさ、勤務態度が変とか、だって私普通に働いてるし、残業だって頑張ってるのに、なんなんだよって感じだよね、マジまあいっかって感じ、その人たちと別に友達なわけじゃないからさアイラインはこれラブライナー、これも有名ですね、こんな感じ、見づらいんだけど、こんな感じです、はい、でこれも、まあ、リンクに貼ってきます、リンクじゃないや、説明欄に、これはブラウン使ってますね、ブラックも持ってるんだけど、ナチュラルにしたいときは、まあブラウン使いますね、まあね、世の中、まあ気が合う人と合わない人がいるわけだから仕方ないんだけどさ、でも私は嫌な人でも言わないけどね、体のこととかその人の悪口とか、ただ今日の愚痴はさ、さすがにひどいなって思ったから言ってみた、はい、ライニングしました、今日ナチュラルメイク仕事用なのでマスカラはしません、でこれでチークを塗ります、チークはこれ今日これにします、はい、コフレドールのグランっていうやつで、色がエレガントアップチークフェイスカラー02番コーラルですね、コーラル、こういうやつ、これすごい発色いいので、そうドラッグストアとかで買います、でこういうのついてるんで、そう、ムカつくって
ってムカつくけど、まあ仕方ないか。もう私はちょっと普段はやっぱ仕事してるからあんまりやらな、なんていうんだろう、派手なメイクできないんで、まあ、こんな感じでいつも仕事に行ってますね。あとはリップは最近買っていいなって思ったのはこれ、まあ、結構これも有名だよね。またこれの紹介をしたいと思うんですけど、まあこんな感じ。はい、これはスキンフードだ、ごめん。ちょっと朝だから頭の回転が悪くてすみません。スキンフードの、トマトのティントリップってやつで、こういうバームカッチになってます。これだけで色がつくから、仕事の時とかこれでもいっちゃいますね。発色もいいし、色落ちがないから。しっとりします。こんな感じ、ほら、ね、いい感じ。まあ、あとはこれで、まあ、やる時間があったらマスカラする時もあるんだけど、まあでも別に仕事はそんなおしゃれに手をかけないので、まあちょっと鼻の高くするためにこういう凹凸つけるやつ、ハイライトみたいなのをつけます。これ前も鼻高パウダーね、100均のやつをつけます。こんな感じでいつも仕事行ってます。仕事行きたくねーはい、じゃあまあちょっと今日は毎日メイクみたいな感じでちょっと愚痴も入っちゃったんだけど紹介しました。まあこれでマスカラすることもあるんだけど、仕事の時はあんまりマスカラはしないで、まあ、ビューラーとか透明のやつとかで行ったりしますね。はい、ちょっとなんか今日愚痴っぽくなっちゃったけど、まあ私こういう人間だから仕方ないかなって感じ。そう、はい、ここまで、はい、ご視聴いただきありがとうございました。とまた今度おすすめのものを紹介したいなって思ってるので、よかったらまた見に来てください。はい、ありがとうございました。バイバーイ。